カール・ホルツは、オーストリアのバイオリニスト。シュパンチィヒシジュー相談で演奏し、ベートーベンの生涯最後の数年間には、秘書として彼に仕えた。1819年に、ヨーゼフ・ベームが、ウィーンで弦楽シジュー相談を結成し、当時オーストリア政府に、公務員として務めていた、ホルツも、第二バイオリンとして参加した。1823年に数年間にわたり、 同志を留守にしていたバイオリニストのイグナーツ・シュパンツィヒが戻ってきた。シュパンツィヒは1790年代にウィーンで弦楽始終相談を結成。ベートーベンの古くからの友人であった彼はベートーベンの作品18の弦楽始終相局の初演を手掛けていた。ベームの始終相談が解散したことに伴い、 ホルツは、シュパンツィヒが再結成した四重奏に加わることになる。1810年の第11番の完成以後、弦楽四重奏曲の作曲から遠ざかっていたベートーベンであったが、1824年にニコライガリツン王子の移植に応えて3作の四重奏曲の作曲に着手した。その最初の作品である第12番は、 翌年にシュパンチヒシジュー相談によって初演された。同団は後に他の2作の移植作品である第13番と第15番も演奏している。ホルツがベートーベンの社府師の一人として働いていた頃、ベートーベンが当時の秘書であったアントン・シンドラーを解雇して1825年にホルツが秘書の役割を仰せつかることになった。 ホルツ宛ての書簡やベートーベンの会話帳からは、ホルツがベートーベンの熱心な賞賛者であり彼の大きな助けになっていたことがわかる。ベートーベンは1826年にシンドラーと和解しており、シンドラーは主人の事務をこなすホルツを手助けすべく戻ってきている。数年後、ホルツは、 音楽学者のルートビヒノールに後期四重奏曲が書かれた当時のベートーベンの様子について語っている。ガリツイン王子から移植された3曲の四重奏曲を作曲する間にも尽きることのないベートーベンの想像力からはあまりに豊かな新作四重奏曲の着想が流れ出てくるので彼は事実上心ならずも英派団長とえ、町長の四重奏曲を書かざるを得なかったのです。 一緒に外を散歩していると、君ね、私は今新しい着想を得たよと目を輝かせながら、表金に言い、スケッチ帳にいくらかの音符を書きつけるのでした。同様に、ルートビヒノールに語る中で、ホルツは次のようにも述べている。彼にとって四重奏曲を書いた中での最上の業績、そして彼のお気に入りの作品は、ヘンド町長の四重奏の三。 四拍子で変歩長長のカバティーナでした。彼は実のところ憂鬱に涙しながらこれを作曲し、かつて自分の作品が自分自身にこのような影響をもたらしたことはない。その曲を思い返すだけでも新たに涙が出てくるのだと私に打ち明けたのです。1829年、ホルツは1819年の創設以降委員で催されたコンサートシリーズである コンセールスピラチュエルの指揮者に就任した。指揮者としてのホルツは、ベートーベンの作品を頻繁に演奏会で取り上げた。1830年に、イグナーツ出版追肥がこの世を去った後、バイオリニストで作曲家のレオポルト・ヤンサが出版追肥始終相談の団員であった、ホルツ、チェリストのヨーゼフ・リンケと共に原楽始終相談を結成している。 注釈出店、ありがとうございます。